やってまいりました。広島県広島駅から車で約20分ぐらい。まず玄関入る前にこのしだれ桜お迎えをしてくれますね。思わずお辞儀してしまう。お邪魔いたします。この家なんと京都から職人さんを連れて建てたこだわりのあるお家です。見てください、この廊下ズドーン。こちらが8畳の和室。失礼しますね。待合室なんですよ。ご自宅であるなんていうのは初めて見ましたね。この下に水琴窟、水がポインって音鳴るじゃないですか。あれが仕込まれてるんです。このうちで一番見ていただきたい素晴らしい場所がこちらです。見てください。どうも、秋山勝山です。 SDGs やってまいりました。広島県、今日もですね、とっても素晴らしい物件だというふうにお聞きしてますんで、非常に楽しみにしてます。それでは早速物件に行ってみよう。はい、皆さん、それではやってまいりました。見てください、この広島の景色が一望できるこの場所。広島駅からですね、車で約20分ぐらい、こちらです。じゃん、見てください。そうなんです、ズドーンと敷地なんで、まず玄関入る前にこのしだれ桜がお迎えをしてくれますね。これ素晴らしいですね。こちらが玄関ですね。車で言うとそうですね、まあ、ここだけで4台ぐらいどんどんどんと止めれます。中に入るんですが、その前にこちらですね、駐車場が自動で開きますんで、じゃんと大きい駐車場バット、はい、素晴らしいですね。綺麗。はい、それでは早速中を失礼したいと思います。お邪魔いたします。もう思わずお辞儀してしまう。お邪魔いたします。はい、まずはこの石畳ですよ。素晴らしい、この動線がね、木々でこうギュッと灯籠もあって、この庭木をずっと歩いて、こちらが玄関。こちらにも玄関、こちらにも玄関、2つあります。これまた後ほどお届けしますが、まずは居住スペースから失礼したいと思います。皆さん見てください、この石の玄関、そしてこの框ね、素晴らしいですね。この家なんと京都から職人さんを連れて建てたこだわりのあるお家です。はい、中失礼したいと思います。まずはこちら、いきますよ。失礼します。こちらね、築40年ぐらいです。天井の高い平屋のお家で、蔵書とかテレビとかありますが、こちらは必要であれば置いといていただけますし、もし必要なければ主人様の方で撤去いただくというところですので、そういった目でもちょっと見といてください。ですんで、このソニーのね、ブラビア、でっかいテレビございます。はい、でこちらダイニングキッチンいきます。はい、見てください、じゃんね。そしてキッチン、広いオープンキッチンですよ。これね、 IH ヒーター入ってます。 IH ヒーターは後でちょっと入れ替えてますが、やっぱりね、この昭和のこの豪華といいますかね、この当時のこう贅沢を尽くしたこのね、キッチン、素晴らしいですね。はい、でお隣いきます。これ水回りになってくるんですが、洗濯室、そしてちょっとしたアイロンとかもね、こうやって当てたりとかできますから。これスロップシンクも入って、はい、これね、運動靴洗ったりとか、ちょっとこう洗濯できないものを洗える、スロップキッチンもある。はい、でこっちが洗面、そしてお風呂です。これだけ広くて外が見える、新緑がこうバッと、戻りますよ。はい、戻りますよ。はい、でこちらキッチンを戻りまして、次はこのダイニングを通って奥に行きます。はい、まだあるんですね。
まずはこちらから失礼します。はい、こちらは要あの寝室で使われていましたですね。ちょっとねクロスはやはり変えないといけないかなと。でもねクロス変えるだけで十分ですよ。うん、この室内のこの建具もね、これ化粧台があって、で寝室から出まして向かいの扉をちょっと開けてみましょう。はい、こちらはウォークインクローゼット収納ですね。いいですね、こうクローゼットこう置けるねスペースがこうついてますからね。でさらに奥、こちらも収納なんですが、この奥ははいご家族用のトイレなんです。この辺りがやはりお金持ちの家の作り方です。贅沢な家の作り方です。じゃあはい、こちら来てください。ここはお客様用のトイレとしてですね、じゃん、いや優雅なトイレで、あと中にですね、はい、これは小便器と、はい、のおトイレと、そしてこの居住スペースを越えてこちら行きますよ。はい、見てください、この廊下ズドーン、廊下所有者様のお父様、建てたお父様はお茶、茶道ですねが大好きというか、もう四半球お茶会をよく開かれた、ここにたくさんの方呼んでね、で開きたいからこの家を建てたと言っても過言じゃない、すごいスペースになる。まずはこちらから、お茶会といえばお茶室です。はい、失礼しますと、まずこの茶室に入る前のスペース、見てください、これドラです。家にドラあります？ドラです。めちゃくちゃいい音しますねお茶会が始まるときに始まりの合図としてドラを鳴らしたそうなんです。だからもうお茶が好きな人が見たらこの建物本当にやばいっていうのが分かる。僕そこまで深く分かんないんで、失礼な紹介の仕方があったらちょっとコメントください。反省してますんで、勉強もっとしますけど、一応分かる知識の中で説明していきますね。このドラね、はい、でこちら準備するところですね、この前室準備室ですね。でね、当時のこのお茶道具も残ってます。これもお茶がもし好きな方でこの物件を気に入っていただければこのままお譲りしてもいいということなんで、これはすごいですよ。はい、じゃあお茶室にね来てください。じゃん、約4畳半のスペースでお茶室ね、この低さ、この作り、もうザお茶室。はい、こちらに炉が切ってあります。これね、はい、お茶を立ててお渡しすると、こちらからこう入って先のね前室があるというところで、何も今お茶を立てたりとかしていないんですが、やっぱりね趣というのはね半端なくある、雰囲気やばいです。はい、見てください、天井いらっしゃるなというのがむちゃくちゃわかります。はい、こだわりが随所。さらにこの奥にもさらに素晴らしい和室があるんですが、このうちで一番見ていただきたい素晴らしい場所がこちらです。見てください、最高のお庭、この桜ですよ、満開の桜、座って桜、そしてこの松で鳥のさえずりを聞きながら、まさにね京都のお寺のようというか、いやーすごい。でこの素晴らしいお庭の前向かいといいますかね、中が、はい、こちらが8畳の和室で、こちらも炉があります。なので大勢のお茶会の時にはこちらのお部屋を使われ、そしてこちらが4畳、ここもひょっとしたら全室とかに使われながらとか続きで使ったりとか
ですね、されてたんですよね。床の間も素晴らしい。でこれ座りながら、このちょっと失礼しますね、座りながらですね、お庭を見て、でこれ春はね桜じゃないですか、秋はねやっぱもみじ紅葉する、そういう四季を感じて、ここに座ってこれを見るっていうのはまあ贅沢ですね。いやもうすごすぎてお庭の話ばっかりなんですが、はい、なんせそれこの空間を作られたっていうのは本当にすごいと思います。はい、でこのお庭ね、ダイニングからも寝室からも見れるようになっているんですね。どこからでもこのお庭を見ながら、この自然を感じながらおれる場所、素晴らしい。もうちょっと見せたいところあるんです。こっち来てください。はい、玄関出てきました。最初に言いました、こっちもう一つ玄関ありますよねと、こちらをちょっとご紹介したいんです。なぜ2つあるかなんです。はい、失礼します。どうぞ。ね、待合室なんですよ。ここでお茶会を準備している間待っていただく場所、ご自宅であるなんていうのは初めて見ましたね。皆さん何人かこうお茶会の間にねこう待ってらっしゃるんですよね。お着物のお話をされたとかするんですかね。で僕さっきドラダーン鳴らしたでしょ、ガーンって。ドラが鳴ったら準備ができましたということで、失礼しますということで入っていくんです。はい、見てこの茶室とこのアプローチで、ここでも待つんです。絵になりません？そしてここがね、つくばいがありまして、こちらねつくばいがあって、今はあれなんですが、この下に水琴窟、わかります？水琴窟、あの音がこう水が大体ポインって音鳴るじゃないですか、あれが仕込まれてるんです。そんなこだわりすごいですよこれ。だから本当にこれ一から作ろうと思ったらむちゃくちゃ大変ですからね。そしてこちらね、失礼しますと、このにじり口から入る茶室、そうさっきね本格的というか本物です。お茶好きな方ぜひ買ってほしい、価値が分かる方にぜひ買ってほしいんです。はい、で最後これまた戻りますよ。このね待合室の入り口がありまして、こっからまだ奥行きます。裏の方にお庭の方に行くんです。はい、このままじゃん、裏に来ました。こちらね倉庫に使ってらっしゃって、こちらは物干しからの、はい見てください、桜です。最高、聞こえますこの鳥の声、報復劇を聞こえたでしょ、素晴らしいな。はい、そしてこちらがさっきのお庭です。お庭からお家を見ていただくと、先ほどの和室、そしてこちらがダイニング、そして寝室と、これが素晴らしい松です。皆さんどう感じていただきました？これ素晴らしいお家、皆さんだったら何に使ってほしいですか？もしくは一回訪れたいな、コメントください。そして初めての方はチャンネル登録お願いいたします。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？本当にこの場所最高です。もうあったかくて今日はもうポカポカ。まずは立地ですよ。 JR 広島駅から車で20分ぐらいの場所です。でね、こう高台にずっと来るわけですが、近く西広島駅という場所もありまして、ここからバスでね15分ぐらいで来れます。桜がこう散ると奥にですね広島市内がズバーッと海まで見えます。これだけの環境と景観はなかなかないと思いますね。ここだからこそぜひご検討いただきたいなと。
この物件一度見たいよとか、もうちょっと詳しく聞きたいよという方は、お問い合わせフォームからぜひお申し込みいただければと思います。そして実家相続した、自分も空き家を持ってる、そのままなっちゃってるという皆さん、ぜひご相談ください。こちらもお問い合わせフォームからお申し込みいただければ、またこちらからご連絡をさせていただきます。まず最初ご相談、これが第一歩になりますんで、ぜひお問い合わせいただければなというふうに思います。いつもので最後締めたいと思います。いきますよ、いいですか、ええやん、空き家やん。ありがとうございました。